皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか私はですね、今日は朝市で同意会行きまして、えー、意見交換して、まあ、えー、今日の代表質問に、えー、備えたですね、えー、準備をしました。そして、えー、10時少し過ぎにですね、えー 代表質問が始まりまして笠井先生が質問をされましてそして、えー、午後からですね民主党の方でも質問を始めたわけですけども、えー、ちょっと意見が議場でありまして、えー、ちょっと仲介というか、えー、と半ば3時頃までだったかな。えー 議会が少し空きましてそして夕方までですね7時ごろまで民主党さんの議会提案がついたのかなそして今日は夕方ですね1本ありまして送別会兼まるがありました。 えー、とてもお世話になっている方なので、えー、とても嬉しい書いてありました。えー、今日はですね、えー、議論をし合うと、どうしても敵味方見たくなるとかっていうことになるんですけど、そうじゃないんですよね、議会って。やっぱりその、北海道のこれからの、えー、いい方向を築き上げようということの、議論をするっていうことは、喧嘩ではなくて <laughs>、いい、 えー、関係性でその後も入れることっていうのが北海道のこれからのためだというふうに私は思いますし、えー、その議会での議論は議論そしてそれからのことはそれからで、えー、皆さん力を合わせてやっていくっていうことが大切かなというふうに思った、えー、今日の感覚でもありました。えー、実は昨日までいろんな議論がこう 厚く続いていたもんですから今日は半ばですねえ皆さんあの自分の内職をしたりとかこれからの一般質問予得の関係だったりとかということで政策審議委員会の方のメンバーはですねいろいろと打ち込まれてましたけども代表質問がありますと各、えー、議員のですね一般質問が始まりますのでそのあたりもですね皆さんぜひ えー、お楽しみにいただけたらと思います。えー、それではまた明日もいい一日であ今日は2月の29日ということで4年に1回の日でありましたけどもたたたくさん皆さんん皆肉肉食べまししか <laughs> 肉の日でしたね、はい、実は先ほどから、えー、先ほどの収録を終えて。 またお誘いがあってちょっとすすきのの方に出てきましたそういたしますとそこの焼肉屋のオーナーがなんと赤蔵出身だったということでとても嬉しい限りでありましたまたお伺いしますねそれでは明日もいい一日でありますように。